かなと思ってるのは、歩きながら冒険して、なんかで視界が遮られるんじゃないかという。人が、AI と組み合わさって、問題や多様性を緩やかに解決していく。落ち着いて。頑張れー、ラスト。乙武さんのお達者な姿拝見しました。感動した。おめでとうございます。